逆らえない。受け入れる以外何もできないのが運命の運命たるゆえんなのです。 物欲を抑えることは占星術師の修行の一部。質素な生活を送ることで世界の真実を覗くことができるのです。 決まった運命を正確に示すものです。行き過ぎた装飾はかえって人々の誤解を招くことになってしまいます。 物欲を抑えることは占星術師の修行の一部。質素な生活を送ることで世界の真実を覗くことができるのです。